ジハルのゴールで先制しました。一瞬の隙をついています。いや本当一瞬の隙でしたよね。セレッソのディフェンス陣がなんかボールウォッチャーになった瞬間でしたけどね。ここまでセレッソのリズムだったんですが、一瞬でも隙があれば得点を奪えるガンバ。長澤のフリックから全てボールウォッチャーになって、リアル選手の上がりに対して誰も入れてなかったんですけどもね。倉田、そして最後は藤原フリーで押し込みます。